習してるんだ。あ、なんか聞こえてくるような。よし、行ってみよう。よっ、ここで、はっ、うわエレナ、そのステップはこうするんだよ。よっ、ほら。すごいね。私、そんなに早く動けないよ。エレナだったら大丈夫。エレナは運動神経もいいし、いつも楽しそうに踊ってるし、なんていうか、天性のダンサーだよね。わあ、私褒められるとめちゃくちゃ嬉しくなるよ。よし、それじゃ最初からもう一回練習だよ。うん、あ、でもまだマミと歩が来てないから少し休憩してもいいかな。そうするね。誠、ママん手作りのバナナフリッターを食べて体力回復よ。うわぁ、おいしそう。いただきます。おーい、マコト、エレナ。あ、アユム来たみたいだよ、エレナ。うん、ほんとだよ。おーい、アユム。エレナ、食べてから話しなよ。こぼれてる、こぼれてる。マコト、エレナ、ソーリー。もう、遅いじゃないか。日曜日もダンスの練習がしたいって言い出したの、あゆむでしょ。ほっとごめん。駅前歩いてたらさ、なんかスカウトに会って遅くなっちゃって。スカウト？あゆむ、すごいね。でね、どんなスカウトされた？それがさ、年齢聞かれて19歳だって言ったら、お店でナンバーワン目指せるよって黒いスーツの人に誘われちゃって。すごくない？いやいや、それダメなやつでしょ。アユムは運動神経いいけどおバカさんね。ちょっとどうして来た途端にディスられてんの私。ごめんごめん。それじゃあアユムも来たからレッツダンシングだよ。そうだね、私ならいつでも準備 OK だよ。よし、それじゃ早速ミュージックスタート。今度こそやるね。よっ、ここで、あれ、かけるなんてエレナにしては珍しいじゃん。このリズムはちょっと苦手だよ。あ、ねえ、ここからは3番のリズムで踊ろう。その方が楽しいよ。それじゃあ練習にならないじゃないか。練習はまたすればいいよ。せっかく太陽の下にいるんだから3番で盛り上がる方が。あれ、なんだか男の人がいっぱいだよ。私ちょっと見てくるね。エレナ、気をつけてね。でもしまったな、いつの間に見物客が。あ、ねえアイム、どうしよう、練習場所を変えた方がいいかな。何言ってんの誠、ダンスを踊るならさ、ギャラリーが多い方が燃えるじゃん。ね、せっかくのチャンスだからさ、ここは一丁ダンスバトルと行こうよ。ダンスバトルか、ひひ、面白そう。よし、それじゃギャラリーを沸かせてみようか。そうそう、そのノリ。ヘイ、ギャラリー、今から私たちのダンステクニックに酔いしれてね。あれ、なんだか反応薄いね。うん、ねえ誠、ギャラリーの人さ、もしかして私たち見てないんじゃない？確かにそうみたいだね。それじゃあみんな一体何を見てるんだろう。はい、そこの人、並んで並んで。あ、なんだか聞いたことのある声が。なんだこれ、サンバの音楽。そうそう、いらっしゃいいらっしゃい、セクシーなカーニバルが始まるよ。次のナムコプロライブシアターでも見られるよ。ナムコプロライブシアター、ナムコプロライブシアターをよろしくお願いします。よろしくね。ねえ誠、あそこにいるのってマミじゃない？間違いなくマミだよ。
もうマーミー、そこで何やってるんだよ。わ、マコチン見て見て、すごいじゃん。昼間の公演がスケビな兄ちゃんたちに大盛況だよ。なんてこと言うんだよマミー。マミーはさっきから何してるの？セクシーなエレナッチに見とれてる兄ちゃんたちがいっぱいいたから、次の公演の宣伝をすることにしたんだよ。エレナッチもノリノリだったし。さすがはマミ、ちゃっかりしてるな。あれ、ということはマミ、僕たちをどこかから眺めてたってことなんじゃ。うく、なかなか練習に来なかったのは、もしかしてどこかでゲームとかしてたんじゃ。まあまあまあ、細かいことを気にしたらダメしょ。そんなことより、ほら、いい宣伝になってることを喜ばないと。まあそこは褒めてあげてもいいけど。そうだね。それにしてもほんとすごい人だよね。エレナッチはいつもモテモテだからね。モテモテか。ねえアユム、これだけ人がいるんだからさ、僕たちもいいところ見せようよ。このまま指を加えて見てるわけにはいかないよ。よし、そうだね。ストリートで目立ってこそダンサーだし。よーし、ヘイみんな、私たちのダンスも見ていってよ。イエーイ、イエーイ、オーレ。完全に負けてるね、私たち。誰も僕たちには注目してないみたいだ。兄ちゃんたちはみんなサンバ師匠のボンキュッボンの魅惑的なボディに釘付けなんだよ。うん、そんなのってないよ。アメリカ帰りの私も本場のセクシーを身につけてるのに。マミ、私結構イケてるよね。あゆ、あゆ、ちょっと落ち着いて。僕だってセクシーになれるようにって、最近は毎日あずささん直伝の体操をやってるのに、なんか不公平だよ。マミもそう思うよね。ねえってば。うわ、うん、マコチもちょっと落ち着いてってば。悔しい。二人とも負けず嫌いだよね。こういう時は白黒はっきりつけないと納得は。あ、どうしたのマミ。ねえねえ、次の公演みんなでセクシー対決すればいいんだよ。セクシー対決？そうそう、どうせだったらバトル形式でステージを盛り上げて、マコチンたちも納得するという一石二鳥のナイスアイデアだよ。一石二鳥だよ、一石二鳥。セクシー対決か。うん、なんだか面白そうじゃん。私は乗ったよ、バトルは好きだからね。そう来なくっちゃ。ねえねえ、マコチもいいでしょ。どうしたのマコチ。可愛いに関してはまだまだ修行中の僕だけど、セクシーに関しては自信ありだよ。悪いけど僕の実力存分に発揮させてもらうよ。そう来なくちゃ。もちろん私も勝負するよ、楽しみ。オーレ。さすがはエレナッチ、これで次の公演はバッチリだよ。ねえ、もしかしてマミも対決するの？マミ？マミももちろん参加するよ。司会もちゃんと考えてるから安心して。司会？まあまあ、ここはマミにお任せ。次の公演面白くなりそう。ナムコプロライブシアターへお越しくださいましてありがとうございます。しかし今日の公演はいつもの公演とは一味も二味も三味も違います。今日のライブシアターはなんとセクシーな女性たちによるセクシー対決だ。会場のみんな、セクシーは好きか。まだ司会キャラがブレブレだけど、今日は乗ってく。
ナムコプロライブシアタースタート。それでは早速今日の選手の入場です。最初の選手はブラジルと日本がタッグを組んだ現代の奇跡、天然なのか計算なのか。ミキミキを彷彿とさせる緑の髪の天使は九州に実在するスーパーエーナ島原店とは一切関係ありません。島原エレナイエーイ、今日はよろしくね。まだ選手は一人目だ。続いて二人目の選手入場です。二人目の選手はアメリカ帰りの国際派、しかしアメリカに何日いたのかは全く不明。ダンスは完璧だがダンス以外はさっぱり、髪の毛は赤いがテストも赤い。あの王国の最寄り駅の名前を冠した生かしたキューティーガール、舞浜あゆむ。ねえ、なんで私の登場の時は笑い声なの？細かいことは気にしない気にしない。ということで続いて3人目の選手入場です。3人目の選手は現役アイドルのファンタス。隠しても隠しきれない天下に轟く色男ぶりはまさに平成の女版土方歳三。今日も黄色い声援を背に背負って進んでいきます。スターへの道、ナムコプロの誇る大スター菊池誠。皆さんありがとうございます。私なんだかワクワクしてきたよ。まあこういう登場も面白いよね。ただ紹介の時の色男うんぬんみたいなセリフはめちゃくちゃ気になるけど。私もだよ。髪の毛は赤いがテストも赤点だらけってどこの情報だよ。ねえ歩、それって本当の話？まあ、だいたい歩はおバカさんね。もうこんなに笑われたらセクシー対決できないでしょ。ほらマミも早く出てきたよ。早く対決始めるよ。了解。それでは最後の選手の入場です。4人目の選手はナムコプロの誇る美人姉妹の姉の方。可愛く綺麗で賢くて学校では神童として先生から一目置かれるスーパー中学生。ちょっと自分の紹介の時だけ褒めまくりじゃないか。まあまあ細かいことは気にしない。ということで二人まみ選手の登場です。はい、どうも。ずるいぞまみ、なんで自分の時だけ紹介がいい感じなんだよ。え、今のはまみが紹介してたんじゃないよ。え、ちょっと誰なんだよ。まさか。今日の司会進行は司会だったんだね。なんだか楽しくなりそうだよ。楽しくなりそうというか嫌な予感がするというか。アミ、全員揃ったからそろそろ始めてよ。了解。それでは全選手入場しましたので、まずは島原選手のパフォーマンスを始めます。私から歌っていいの？今日はいつもの私と違ってちょっと大人になった私で勝負するよ。島原エレナで思いはカルナバル、聞いてね。島原選手にもう一度盛大な拍手を。エレナってすごいよね。明るいだけじゃなくてあんな風にも歌えるなんて。
やっぱり強敵だよ。アミー、次のセクシーシチュエーションやらやら。セクシーシチュエーション。何それ。今日の対決は歌とセクシーなシチュエーションをどうするかで点数が決まるんだよ。お客さんはいいなと思ったら手元にあるスイッチを押しまくってね。へえ、すごい本格的だね。もちろんだよ。そんでは島原選手へのシチュエーションはこちら。仕事から帰ってきた愛する旦那様にかける一言。お風呂にしますか？ご飯にしますか？それとも、の後を答えてください。だって。これ、もしかして僕たちもやるわけ？恥ずかしいな。私、こういうのやったことないから、緊張する。それでは、島原選手、セクシーシチュエーション、やらやら。任せてよ。ねえ旦那様、お風呂にします？それともご飯にします？それともサンバにする？オーレイ。もうどうして笑うの？エレナ、それはセクシーというよりお笑いだよ。おっと、無敵かと思われた島原選手にまさかの弱点が。サンバはとっても楽しいよ。それにサンバの衣装はとってもセクシーだよ。言われてみれば確かにサンバの衣装は過激というか肌色の面積大きいよね。でしょ。私今日はいつでもすぐにサンバができるようにって今の衣装の下にサンバ衣装を着込んでるけど見たい？ちら？衣装はちょっと過激すぎるよ。そう？それじゃあまた今度ね。キュッ。おっと、島原選手まさかのゴール隅に突き刺さる豪快なシュート。菊池くん、前浜くん、二見くん、石崎くんは吹き飛んだ。さすがはエレナ。でも私も負けてられない。次は私の番だね。おっと、舞浜選手やる気十分です。それでは続いて舞浜選手に歌ってもらいましょう。歌、デッドマイシャイニンです。どうぞ。みんな、私の歌聞いてくれてありがとう。まさか得意のダンスを封印して歌で勝負するなんてすごいでしょ。さっきダンスしか取り柄がないって言ったのは取り消してもらわないと。まさかまさかの舞浜選手によるダンスの封印はお客さんのポイント高めだ。セクシーシチュエーションの回答次第ではあゆあゆまさかのトップもありえるかも。なんで私はまさかのトップなんだよ。まあまあ細かいことは気にしない気にしない。それでは舞浜選手へのシチュエーションはこちら。バレンタインデーで先輩に告白するときにかける一言。先輩、これ受け取ってくださいの後答えてください。だってこれさっきよりいろいろ考えられて難しい問題だね。この状況でセクシーに答えると言われても、あは、全然思い浮かばない。それでは愛浜選手、セクシーシチュエーションやらやら。先輩、これ受け取ってください。私の靴下です。ってマニアックなんだね。ちょっと、なんでそんな引いた目で見るんだよ。あゆむ、まさかダンスの練習の後に。まさかなんだよ。今のはちょっとテンパっただけだってば。舞浜選手、とんでもない間違いです。
ってことで、島原選手ならどのような答えでしょうか？私なら、ね、先輩、これ受け取ってください。私のバナナフリッター。なんだかわかんないけど、確かにセクシーだ。エレナちゃんはミッキミキよりも放送禁止だよ。エレナはすごいな。でも僕も負けられない。おっと、菊池選手、まさかの勝利宣言。では次は菊池選手に歌ってもらいましょう。歌はフライトゥエブリウェアです。どうぞ。できそうだよ。アミ、問題をよろしく。菊池選手、調子がうなぎ登り。それでは、菊池選手のシチュエーションはこちら。初めてのドライブデート、家の前まで送り届けてもらった時にかける一言。わざわざ送ってくれてありがとう、でもの後を答えてくださいか。初めてのドライブデートか、いまいち想像つかないけど、やってみる。それでは菊池選手、セクシーシチュエーション、やらやら。よし。わざわざ送ってくれてありがとう、でもスピードの出しすぎはダメだからね。どうこれ。どうしても父さんとのドライブしか想像できない。父さんのバカ。まこちん、その答えはいくらなんでも当たり前すぎるっしょ。セクシーでもなんでもないし。セクシーか、セクシー、セクシー、やっぱり難しい。セクシー、セクシー。何か思いついたんでしょうか。それでは二見選手、お願いします。わざわざ送ってくれてありがとう、でもここからはタクシーで帰ります。それはセクシーじゃなくてタクシーだよ。タクシーか。あ、ねえアミ、もう一回やってみていい？もちろんだよ。そんじゃ菊池選手、お願いします。わざわざ送ってくれてありがとう、でも次は私が送ってあげるから。おっと、菊池選手、ここでまさかのジゴロの本性発揮。誰がジゴロだ、誰が。あれ、どうしたの二人とも。あ、いや、いつの間にか大喜利のコーナーみたいになってるなって。僕は真面目にやってるんだってば。誠の答えも悪くないけど、私ならわざわざ送ってくれてありがとう、でももう少しあなたのそばにいたいな。にするよ。島原選手、完全に10馬身ワンリードしています。菊池選手、舞浜選手、ピンチです。エレナってすごいな、僕なんだか尊敬しちゃうかも。
ちょっと誠、何言ってんの？まだ勝負はついてないよ。うん、そうだね。よし、それじゃ最後はマミに見せてもらおうか。うん、マミのセクシー、とくとご覧あれ。歌はディテクティブハイ恋探偵物語です。いくよ。以上、二人まみでディティクティブハイ恋探偵物語でした。なんかまみらしい歌だったね。でしょでしょ。まみのダンスは小悪魔セクシーだね。私も一緒に踊りたかったよ。ああ、私もやっぱダンスしておくんだった。あゆむ、また次の公演ですればいいじゃないか。さあ、それよりもマミのセクシーシチュエーションを見せてもらわないとね。うん、ふんふん、こういうのはマミの最も得意とするところだよ。さあみ、問題をやらやら。はい、来た。それでは二見選手への問題はこちら。夏の暑い日、二人で誰もいない海岸をデート中にかける一言。ねえ、すごく暑いよね。だから、の後を答えてください。マミ、私たちがうなるような答え、期待してるよ。エレナの独走は防ぎたいから、頑張って。うんふんふん、大丈夫だよ。だって優勝はマミに。優勝？うわあ、なんでもないよ。それでは、二見選手、すぐに回答よろしくお願いします。まだ全然考えてないよ。ねえ、すごく暑いよね。だから、海の水飲まない？のコーナーになったよね。ねえ、いっそのことこれは大喜利のコーナーってことにすれば、私の回答もいい線いくんじゃ。あゆあゆの直訴は無視するとして。うわー、アミのケチ。これで4人の選手によるアピールが終了しました。それでは会場のお客さんの点数を発表していこうと思います。うわ、もう結果発表に。ワクワクしてくるね。マミ、さっき聞き捨てならないようなことを言ってなかった？なんでもないよ。マミ、ずるくはしてないもん。確かに、事前に問題を聞いてたんだったら、あんな間抜けな回答はしないか。ごめんごめん。なんか複雑な気分。それでは、まず、舞浜選手の結果発表です。舞浜選手、15点。うわ、ここでも赤点に。では続いての結果発表です。残り3選手は全員一緒に発表します。いよいよだ。落ち着いて見てられないよ。ナムコプロライブシアターメンバーで一番のセクシーは菊池選手、91点。島原選手、92点。そして二見選手が120点で二見選手の優勝です。120点。わーい、もう優勝しちゃったよ。エレナチマコチ、いい勝負だったよ。あって、あれ、どうしたの？なんかこう、弾幕じゃなかった？反応薄いよ。マミはどうして120点もあるの？ああ、それは最終問題は点数が3倍になるからだよ。ほら、こういうクイズ形式だとジャンピングチャンスはお約束だから。あたり、言ってなかったっけ？アミマミ。最初からこうするつもりで話を持ちかけてきたんだな。まったくもう。アミとマミは頭いいね。いや、
それほどでも。まったく、こういうのはずる賢いって言うんだよ。まあこの勝負はとりあえず無効ということで。あゆあゆ嬉しそう。そんなことないってば。まあ勝負はうやむやになっちゃったけど、お客さんには僕たちのセクシーっぷりをもっと見ていってもらわないとね。そうだよ、私まだ踊り足りないよ。それじゃ次はみんなで歌っちゃいます。今度は私のダンスも注目してね。それじゃナムコプロライブシアター最後の曲は、せーの、ふわふわです。どうぞ。ステージは盛り上がったけど、アミ、マミ、いたずらが過ぎるよ。マコチン、ごめんね。マミたち、ちょっとでも公演を盛り上げようと思って。まあまあ、マコト、アミもマミも悪気はなかったんだから許してあげようよ、ね。あゆあゆ、赤点はとっても心は澄んだ青空みたいに綺麗なんだね。その赤点っていうのやめようよ。あゆむはおバカさんだね。もうみんなしてからかって。あれ、あゆむ、もしかして本当に落ち込んじゃった？別に、どうせ私はダンスバカだよ。あゆむ大丈夫だよ、僕の目を見て。あ、ほら、僕の目が嘘をついている目に見える？大丈夫、あゆむはダンスバカじゃないよ。あゆむが真面目で一生懸命だって僕は分かってるから。あ、その…あれ、なんで顔が赤くなってるの？あの、まこと！どうしたの？今の、私にもやってほしいよ。ねえ、何言ってるの、エリナ？あっちゃー、またまこちんの毒牙にかかった未来ある女性が。ちょっと、何言ってるの、アミ、マミ！ねえ、二人ともどうしたのさ？なんでもない、なんでもないんだけど。ステージでのまことがかっこよくて、私、まことが好きだよ。私も。ちょっと、二人とも。話、エリナ、あゆは近いって。それじゃあ、まこち、アミたちは先に帰るね。お幸せ。